てもよい。ということで、何かあった場合、速やかにこのような大腰で体勢を取ります。もし相手が刃物で向かってきた場合には、このような形で刃物を振り払い、銃で撃たれた場合には、撃たれる前には撃ってはいけないので難しいところなんですが、なんとかこれでしのぎたいと考えております。大変だ、はいですね、ここはあの警察さんと一緒ですね。警察さんも、非常に難しいですね、保護精神そういうところがありまして、自分からなかなか攻撃というか、そういう危害を与えることができないという中で、その中で日々訓練してどのような体制を取るかということを隊員は速やかに判断し、最高の状況に持っていく、それが、まあ、非常に厳しい訓練であります。